うわー、ほんと釣れるんですね。まだ釣れそうですね、いっぱい、ね。今日は和歌山行きました。はい、やってきました、はい。2018年度のニューアイテム、うん、ね、あの鳩四天野です。たくさんね、はい、いっぱい出ました、はいはい。今日はこれで頑張ってみたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。回転力が6倍になったサクサスイベルです、こちらがノーマル、こちらがサクサスイベルです、回転力を比較してみます。全然違いますね。10から10まで、豊富にラインナップしています、今年発売のニューアイテム立ち浜と、スピナータイプ、こちら両方に、サクサススイベル搭載されています。追加サイズです。 4S、S ロングが追加されました。 4S これはね、あの浅いところ、近場などゆっくり引きたい時とかにね使えるサイズで、出しました。それと、立ち浜、ね、取り付け搭載可能ということで 4S か、3S ぐらいまでがおすすめです。で S ロング、これはM, の M だと重たい、S だと針が短いっていう、この中間の間を出しました。追加カラーです。立ち用で定番の、紫ゼブラ、ケイムラ赤金ですね、この2つが、追加されました。ブローだと光りすぎて、タチウオにこうアピール度がきついなって思うときに、あの少し柔らかくね、光らすという意味で、グローのラインですね、この紫ゼブラ、それとケイムラの頭でね、この赤金、これ僕の場合はこの赤金ね、これ必ずあの使います。これはもうお気に入りになってます。チャターに、追加サイズと追加カラーがラインナップされました。3S チャタ、2S チャタが、ラインナップされてます。この2つは、従来のやつよりちょっとブレードを小さくして、小魚を演出するように作ってます。ブレード付きの追加サイズです。3S と SS、これにはね、あの小さいブレードがついています。サクサススイベル搭載の、スピナータイプですね、フラッシングと波動でアピール力は抜群です。スピナーユニット、ブレード単体も、ラインナップされます。天野サイズ、ブレードのカラー、も自由に、カスタマイズできます。サクサススイベル搭載の、立ち浜100、タクはねここのアームの長さがね100ミリです。天野サイズです。4S 今こう3つついてますけど、4S、ね、3S までがね使いやすいです。センターに、ケミホタル50を、搭載できるようになっています。これで後ろにブレードと上にブレード、ね、この2つでこのケミホタルの、ね、光をね、波動とフラッシング効果、これがね絶大です。使い方ですけども、普通に投げてもらって、ね、で一定の棚まで落としてダダ巻きでもね十分
あのアピール力はあるんですけども、低下政治とかね、そういう時にね、こう少しね巻き方を変えて早くしたり遅くしたりね、するだけでもね、かなりねこのアピール力が上がるんで、ぜひねこれを使って一本釣ってほしいです。ワイヤーリーダー150、15センチです、それとトレーラーベイト、2種類45と60です、それと、トレーラーフック、でこれがトレーラーフックをねつけた状態ですけども、これで、アピール力とフッキング力をねアップします。それとプラスシンカーね、これだけラインナップされます。2018年度の、ね、新しいモデルがね、たくさん、ラインナップされましたけども、これを使ってね、ぜひ1本でも多くね、もしたら指5本とかね、指4本大きなやつもね狙って、いろんなこうバリエーションでね釣ってもらえたら楽しいと思います。エギザオでもいいし、シーバスロットでもいけます、はい、あんまり硬くない方がいいですよ、こうタチウオは乗ってかけるときにやっぱり多少弾力がある方がかかりやすいです。来ました。おお、来た。でかそうでかそういや、一発目の引きだけです。でも、来た来た。カウント8です。8続くか。浮いてこない。お、浮いてこない。いいんじゃないですか。あ、浮いてきた。いい、いい。よいしょ。おい、紫ゼブラ。シャッター。もう暗くなっていたから下まできっちり巻いて。あ、わかりました。うん、当たった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 、いや、おる気がする。今めっちゃ重たい。おる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 よおる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 よ、もういいやろ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 。おお、来た。いいいい、やったー。よっしゃー、来たー。よっしゃー、もうほんと平らがみたい。我慢我慢、やったー、来たー。重たい。いや、重みはないですけど、こう当たり方がすごい、あ、なんかあ、いい感じでした。うん、しゃー、イエーイ、おー、来たー、来た来た、ピカピカ来ましたー、いやー、きれーい、和歌山、一発目、来ましたー、すっごい、やっぱコツコツコツって当たりがたまらないですね。よっしゃー。今カウント10ぐらいで、カウント10って言っても、まあ中層よりちょい下ぐらいで、まあ普通にこう巻いてて、したらもういつものあのコツコツが来て、うん、我慢して巻き続けて、でもまたコツコツ来て、あ、今来た。あ、これ違う、これは今いきなりが入った。あ、抜けた。いや、あ、クイエレト来た来た来た。これもなんかあれやん、ちょっと今までと当たり方が違う。え、違う？なんか、あー、来た来た来た。ちょっとコツコツタイプじゃなくていきなりグイーンタイプやった、これ。おー、すごい。そんなにね、細いけど、すごい当たり方が。パワーがすごいね。うん、すごい。イエーイ。すごい、なんか連チャンで釣れそう。今が試合です。今が試合。はい。今いくつできた？7。7。はい。来た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 、おー、来た来た来た、来ました。なんか今日のタチウオあれやん、いきなりグンって入るのばっかり。よっしゃ、バレるなよ。よっしゃ、来ました。じゃーん、あれどっちカメラあった。じゃーん、今日のいきなりガンって竿先が入るのばっかり。
なんかまた全然当たり方が違って面白い。ドーンってきた。ドーンってきた。和歌山タチウオ。やったー。アグレッシブ。イエーイ。次はこのプロとのワイヤーリグでやってみます。群れですね。小魚の群れを演出して、タチウオに食い気を与える、そういう感じで釣れますね。こうくるくる回ると群れに見えにくいので、ね、やっぱりこういかに動かず静止した状態で3匹が泳いでる演出ができるかですよね。でそこにブレードをつけて、よりタチウオを誘うようにだね、サイズは、点や、トリプル S3 つつけてます。で、収容効果は、真ん中に、ケミホタル51個、これで、ね、真ん中で、まあ、3つに均等に、光が当たるという感じですね。これで、まあ、頭が光ってキビナゴも光ってっていう形ですよね。でそれがこの暗い海の中で、群れを演出しているような感じですよね。やっぱり、群れのように見えるから収容効果はもう絶大ですね。まだ来てます、後ろから。後ろからまだ来てます、まだ来てます。よっしゃ乗った。あー外れた、外れた。あ乗った。あーイエイ、ワイヤーリグやりました。イエレイだ、よっしゃ。うわ、ほんと釣れた。すごい、すごい、なにこれ。釣れた。うわ、ほんと釣れるんですね。すごい。どんな当たりだった？もう手前で今、ピックアップしようと思ったら、ここここって、来ましたね。うわ、すごい。これ、興味ありますよね、そりゃタチウオも。うわ、餌が3つこう動いてるから。ねえ、どれ食べようってなって、食べてくれました。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2018年度ね、はい、新しいニューアイテムね、たくさんありましたね。たくさん来ましたね、うん、楽しかったですか？いや本当にいろんなチャターだったり、はい、あとブレードだったりとか、はい、たくさんあるので、こう自分で釣りこれで使おうとか、はい、選んで釣りできるのがすごい楽しかったですよね。でまたいろいろな小物といったあれなんですけども、うん、ね、プラスできるものがいっぱいついて、面白い。ワイヤーリグ、ね、これもあったし、そうですね、これも面白かったし、いろんなので釣りさん、ね、うん、このそれね、紫ゼブラ、ゼブラ、これもいい色ですね。定番で、カラーリングも綺麗 で、うん、でね、そうですね、いろんなものでまた今年も ね、ぜひ楽しみましょう。はい。はい。